こういうのってあんまり言わない方がいいんだろうけども、あの、なんまあちょっと私は普通 YouTuber として動いているんでですね、そのずっと秘密にしていくかっていうことも、相手方も前提としてないと思うんで、えーまあ、共和党っていうですね、えー、党があるんですけれども、まあ、鳩山幸夫さんですね、えー、前総理大臣の後で、首藤信彦さんっていう、えー、元衆議院議員の方が主には2人でやっている党であって、 まあ、コロナ前にね、決闘宣言とかしてニュースになってたんだけれども、ちょっとね、その、なんて言うんだろう。えーまあ、コロナの影響で、あんまりその、動けずにいる団体なんですけれども、えー、そこから、まあ、その、佐さんからね、えーえー、声かけていただいて、まあ、その、国会、 一緒にやってみないかみたいなことをね、言っていただいて、まあ、それ自体はすごく光栄なことで、えー、嬉しかったんだけれども。まあ、ちょっとね、<laughs> しばらく選挙はいいかなというのが正直な感想ですね。少なくとも、しばらくはもう、それすごく体調崩してしまうから、うん、やっぱり何がね、体調崩すのか、かその辺も結構いろんな説得していただいてね、体調崩さないようにやるのは大事なんだとかね、一つ,一つのその、力抜いてやるのが大事なんだとかって,って、元々その、市藤さんっていうのはその、大学教授の人で、経済学者の、うん、人、えー、なんだけれども、 それからね、まあ、政界に転身して、まあ、主に民主党で3期衆議院に勤めたっていう人なんだけど、まあ、その人がね、こ選挙で疲れない方法とか、選挙はマーケティングだからとか、ね、科学だからとかっていうことをね、まあ、プレゼンテーションしてもらったんだけども、まあ、その勉強の時間と、そのそういう社会活動の時間っていうのはどう分けるのかっていうのは非常に難しいということをね、えー、思っていまして、そっちにすごく多くの時間を取られてしまうし、精神上もねかなり、捉えてしまうと。やっぱりそうならないようにするのが大事だみたいなことをね、えー、おっしゃって <laughs> えいただいたんだけれども、 まあちょっと何せしばらくは遠慮しようかなっていうところですね。まあちょっとこの本、全然しとくか。まあ、次の日本へという本なんですけども、まあ、これにその政策とか書いてある。でまあ、うん、どうだろうね。若干やっぱり違和感があるかな、そのなんか考えとかね、まあ、どこかっていうのちょっと、えー、全部は言い切れないんだけども、まあまずその政策をどういうふうに決定していくのかっていう面も含めてね、まあ主にはこれは、あの、えー、 父さんと鳩山さんとの2人がまあ、には作っていったものなわけで、まあ、あとは、ね、その若者の団体で作っていく政策もあっていいとかって言うけれども、例えば環境問題だとか幸福にシフトするとかね。その コミュニティの何とかとかっていうのは結構立派なことが書いてあるんだけれども、えー、それを実際にこう、その政治の力でやれることってどれだけあるのかなっていうのはちょっと私も会議的ですし、まああるいはその国境っていうものがねどうなのかとかそういうことをちょっと考えていくと、えー、根本的にはね、えー、ちょっと自分の考えと相入れないかもしれないなとかね、そんなことを思いながら、まあ、サー自体はありがたく、えー、聞いていたわけでございます。 であそんな感じですね。はい。まあ、そういうふうに声かけていただのは本当に嬉しいことで。光栄なことだけどね、えー、繰り返し、まあ。とりあえずしばらくはいいかなという感じですね。どちらにせよ。はい。っ、え、て、ー、な感じですね、うん。で、今日ね、えー、っと、話してたのは、自分の人生をこう、えー、幸せにするのを、まあ、ちょうどさっきの話をつなげると、アドレナリンなのか、セロトニンなのかみたいなね、いう話をしてまして、うんその、 要するにその、うわーって言ってさ、楽し、楽しい状態になるっていうか、えー、その、近いを変えるぞとか、そういう風な、あの、あ 脳内物質の出方をするっていうのが、えー、これはアドレナリンな,なわけだけども、まあ、それと、それとは違って、こう、落ち着いてね、自分の精神を落ち着けて、静かにこう、勉学とか、えー、まあ、瞑想とかに励むというのが、まあ、セロトニンの方でしょ。上がる幸せなのか、下がる幸せなのか、みたいなね。安定する幸せか、こう、ぐりぐり行く幸せか、みたいな。そういうふうに分けられないみたいな、そういう話を今日聞きまして、まあ、確かにそうだなと思って、ね。私の場合、ずっとアドレナリンの人生を生きてきたんで、まあ、しばらくはちょっとセ,セロトニンの人生で <laughs> 行かないといけないな、ということでね。その、 なんていうの、う回ってするのもねこれ、例えば政治だけではないしね、なんていうか、その、方策は、まあ、例えばいろんな勉強も私は足りてないと思うし、語学にしてもそうだし、世界女性にしてもそうだしさ、あそういうのはちょっと、なんていうのかな、実務とは離れてやっていった方がいいのかなかってことね、思っています。 うん、なんで、まあ、皆さんもね、ちょっと人生考える上においては、えー、こうアドレナリンなのかセロトニンなのか、今、質問に必要なのはアドレナリンなのか、セロトニンなのか、みたいなね、えー、そういうようなことを、ね、考えながらやっていくといいのかな、っていうふうに思っているわけですね。うん、リスマンさん、やるなら手伝いますが、まだしばらくやめておきましょう。ありがとうございます。おっしゃる通りだと思いますね、それはね。うん、やるなら手伝って言ってくれていることも、非常に嬉しいことだよね。学者などの方面でゆっくりしてもらいたい。そうですよね。うん まあ大学院もね、やっぱり行こうかなと思ってますし、大学院に行くかちょっと学部にまた行くかっていうのはちょっと迷ってるところなんだけども、まあ、経済系で大学院に行くというのが一つの選択肢のす。つ。もう一つはがあの文学系、哲学系でまた学部に行くというのが選択肢の一つとしてありまして、どうしようかなっていう感じですね。うん